どうも皆さん、トライアングルです。今回はですね、ついに7月27日の、無料アップデート第2弾の、ドリームフレンズの、まあキャラクタードロッチェ、ダークメタナイト、アドレーヌの、技が全て公開されるということで、まあ、ツイッターの方で、あ、ちょっと待ってください。すいません、出てきたんですけど、ドロッチェのね、まず全ての技が映像が公開になりました。まずこちらをどうぞ。ジャマハローは7月27日の無料アップデート第2弾まであと10日となった。今日から新ドリームフレンズたちの特別な映像を順次公開していくぞ。まずはドロッチェだ。ドロッチェ団も引き連れ戦うとは、バケネズミ、さすがに私と同じリーダーの風格があるなと。はい、そうなんです。ですね、ついに、ドロッチェ単体じゃなくてね、ドロッチェ団で戦うみたいで、このドロッチェ団の方はね、ちょっとやってなかったので、あまりちょっと詳しくないんで申し訳ないんですけど、まあドロッチェのね、味方を引き連れて、まあ引き連れてというか、多分おそらく技を使ったら敵を出せる。あの、マントのところから、まあ味方を出したり、そして、帽子のね、アタックをしたり、そしてなんか巨大な、仲間、まあこれも多分ドロッチェ団の一員なんだと思うんですけど、ちょっと申し訳ないです。知識がなくて。はい。そちらも使ったりね、かなり、ドロッチェ使いやすいんじゃないかなと思うんですけど、一つちょっと気になるのが、飛び道具がまあ爆弾とかなので、ちょっと狙いにくいっていうのはあるのかなっていう、はい、感じがしますね。はい。で、あと、ちょっと飛ぶ瞬間の移動が、瞬間移動なので、若干そのエスパー、エスパーのカービィみたいな感じで、なかなか移動が、緊急回避にはなるのかもしれないんですけど、ダークメタナイトの方がもしかしたら強いのかなって、次回のね、映像でおそらくダークメタナイトが出てくると思うので、まあそちらをちょっと楽しみに、見てみたいと思います。はい。ドロッチが、宝箱を投げるんですよね。で、地面に置いて、びっくり箱みたいに出てくるんですけど、そのびっくり箱の中身がなんと、ダークゼロでございます。はい。まさかのね、ラスボス、これからドリームフレンズで、ダークゼロが出るんじゃないかと思ったら、まさかの武器というか、技で出てくる、しかもびっくり箱状態ということでね、なかなかちょっと意外な登場の仕方でしたね。はい、ということで、今回このあたりで終わらせていただきます。はい、アップデート。これから次はね、多分ダークメタナイトの技がすべて出てくると思いますので、その時また、動画にしたいと思います。ということで、じゃあここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあお疲れ様です。バイバイ。あとですね、ちょっとお知らせなんですけど、まあ、これからちょっとカービィの動画の方がやっぱり少なくなると、ちょっと明言させていただきますけど、一応、週3とかではまあ出していけるようにしますので、よろしくお願いいたします。代わりにね、キノピオ隊長とか、今、マインクラフトとかやってるので、あとスマブラのね、実況も始めますので、よかったら、そちらの方見ていただけたら嬉しいです。スマブラはね、新作出る前にちょっと上手くなりたいなということで、はい。ちょっとがっつり夏休み特別企画としてね、ガンガン出していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、じゃあここまでのご視聴、改めましてありがとうございました。じゃあ、バイバイ。